ベオグラード条約は1739年9月18日にベオグラードで署名されたオーストリア・ロシア・トルコ戦争におけるハプスブルク帝国とオスマン帝国の間の講和条約である。1736年、ロシア帝国はオスマン帝国が衰退しているとみて侵攻を始め、翌年にはハプスブルク帝国も参戦した。 フランスのルイ・ソーブール・ビルヌーブ公爵は1738年5月にロシアのアンドレイ・をステールマンの要請を受けて仲介に乗り出したがロシアが要求を釣り上げたためオスマン帝国に拒否された。三戦国のいずれも決定的な勝利を得られない中フランスのアンドレー・エル・キュールド・フルーリン・スーキ教は・キはビルヌーブに再び講和を仲介するよう命じた。講和交渉の前月はオーストリアが セルビアで、ロシアが、バラキアで、占領地を広げることに成功していたが、オスマン帝国は、ベオグラードを包囲しており、オーストリアのゲオルク・オリビエル・フォン・ウォリス元帥とその、公認であるビルヘルム・ラインハルト・フォン・ナイペルク将軍は、ベオグラードの防衛が不可能であると考えていた。ナイペルクはこれ以上戦争が長引くと、さらに不利になると考え、慌てて交渉に応じた。 オーストリアはやむなく講和に応じ、ベオグラードを含むセルビア王国、テメシュバールヌバナトの南部、ボスニア北部をオスマン帝国に割上、さらにオルテニアを当時オスマン帝国の属国であったワラキア公国に割上した。その境界はサバ川とドナウ川と定められた。これにより、オーストリアは1718年のパッサロビッツ条約で獲得した領土のうち、 バナとのみ保有することとなった。オーストリアが戦争から手を引いたことで、ロシアは、独力での戦争遂行を不可能と考え、また、後輩のスウェーデンからの脅威もあったために、主条約に署名した。同条約でロシアは、アゾフ港の建設を許可され、国会進出への第一歩となった。ハプスブルク家の皇帝カール六世は激怒してウォリスとナイペルクを投獄。 二人が釈放されるのは、マリア・テレジアの治世のこととなった。オスマン帝国では、主戦派の大最小イエエン・メフメト・パッシャが、主和派に更迭され、フルーリー・スー・キ教も同盟国オスマン帝国の弱体差を隠しつつ、ロシアをダーダネルス海峡とボスポラス海峡から遠ざけることに、成功して満足した。ベオグラード条約は1718年以降の、 セルビア王国を実質的に滅亡させ、その復活は1787年の王道、戦争まで待たなければならなかった。ありがとうございます。